防災について学ぶ災害科学科があるのは宮城県多賀城市にある多賀城高校です。この日は東日本大震災メモリアルデーというシンポジウムを開きました。東京都町田市から来ました小栗高校と申します。大阪府立高石高等学校から来ました。北は北海道、南は熊本県まで。シンポジウムには全国15都道府県の高校生およそ100人が参加しました。震災の伝承活動を伝災活動と呼んで後世に伝える活動も行っており、このメモリアルデーは災害科学科開設に合わせて震災犠牲者の追悼と全国の高校生と防災をテーマに交流する機会を求めて始められました。2011年3月11日、海にほとんど面していない多賀城市でも津波により市内の3割以上が浸水し、188人が犠牲となりました。災害科学科は2016年4月、震災の教訓を次世代に伝え、防災のリーダーとなる人材を育てるため開設されました。防災の専門学科を持つ高校は全国で2例目。当初は教科書も教員が一から作りました。授業では防災の知識や災害の歴史、科学で使われる英語などを学ぶほか、外部の専門家を講師に招いた授業も行われます。東日本の経験があったのもあるんですけど、地域に、何かつなげることができる防災とか、なんかこういう知識を身につけるために入りました。震災を経験してない自分よりも年下の子たちとかまでも、こういろんな、こうなんていうの、防災について興味を持ってもらいたい。災害科学科の活動は被災地でのボランティアなど多岐にわたり、全国から高校生を集めたこのシンポジウムも教育の一環として行われています。近い将来必ず来ると言われている南海トラフ地震ですが、黒潮町は最大震度7、日本で最も高い34メートルの津波の被害が想定されている町として知られており、町や住民、学校などが一体となって防災に力を入れています。シンポジウムを通じて高校生に伝えたいこと、それは自分ごととして考え行動することです。海が近くにないから、そういう災害にあった時とかのことはこの宮城県とかに比べたら考えにくいんですけど、近くに川があるので、それが氾濫した時に、洪水になった時にとか、今回の機会で考えることができて、すごく改めて考えました。震災が遠い過去のこと、自分とは違うことでもないですし、あと今回こう石川県の能登で起こった時に、遠くの地で起こったことと思わずに、じゃあ自分は何ができるのか、それが実際の行動に大きく動けなかったとしても、きちんと自分事として捉えられるようなにしていければなと思っています。災害科学科設立に合わせて多賀城高校が続けていることがあります。電柱に貼られた津波波光標識です。2013年から高校生たちが自ら津波の高さを調査し、一つ一つ設置しました。災害科学科設立後も活動を続け、現在およそ150カ所に設置されています。私たちは忘れないことが一番の防災だっていうふうに思ったので、もちろん町の人から市の人から思い出したくないって、こんなの見たらまた津波の記憶蘇ってしまうっていう意見ももちろんあったんですけど、あ、ここはこのくらいだからまだ津波危ない、
だったらもうちょっと高いところに逃げなきゃいけないって、そういう思考の一歩手伝いになれるかなと思って、反対されてた意見もなんとか説得して町にもつけられるようにしました。多賀城高校にはもう一つ普通の高校にはないものがあります。東日本大震災で実際に使われたプレハブ仮設住宅です。石巻市から移設し、当時のままの状態で保存しています。震災の被災地からはほとんど姿を消した仮設住宅、高校生にとっては避難生活を知る貴重な資料です。でも4人で暮らすとしてもどうですか？ちょっと狭いですよね。しかも今高校生5人でこんぐらいちょっと足伸ばす、みんな伸ばせるかを見ような状態なんですけど。震災から間もなく13年、教訓を過去のものにしないために高校生の学びは続いています。私は自分の学んだことを自分のものにしようっていう考えを持っているので、伝えられたことをそのままに放置にするんじゃなくて、自分のものにためず、もっとすぐに誰かに吐き出して、もっといろんな方に伝えていきたいなって考えてます。自然災害は絶対にあるので、その一つ一つの被害を減らせる社会の一員になっていけたらなと思ってます。